どうもどうも、まぐりでーす。どうもどうも、まぐてんでーす。どうもどうも、たまでーす。よろしくお願いしまーす。よろしくお願いします。痛い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 、ちょっと待って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 。なに待って待って待って。まぐちゃん、なにそれ。まぐちゃん、はじきマグロみたいになってるけど。そう、え、どういうこと？頭に剣が生えてる。あぶらー。お侍さんだ。お侍さん、頭に剣生えてないけどな。ちょんまげちょんまげ。あ、ほんとだ、ちょんまげみたいだね、確かに。ということで、今回は、頭にツールが生える世界でダイヤチャレンジをやっていこうかと思います。イエーイ。はーい。これ実は剣だけじゃなくてね、こう、うん、アイテムを置いた後そこでシフトを押すと頭からそのツールが生えてくるんですよ。え、すごいすごい。たまちゃん、じゃあこれ装備してみて。シフト押す、真下に置いてシフト押すと、そうそうそう。え、あ、なんかわいい。で、ただね、うん、頭から生えて可愛いっていうだけじゃなくて、なんと、うん、たまちゃんここに立ってみて、ここに。はい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 。で、その状態で、下を向いてみて、うん、下を。はい。こんな感じで、頭のツールを使って、ブロックを掘ることができるんですよ。うん、え、待って、すごい。だからこういうことができんのか。そうそう、当たってないよ。エイム大丈夫か、エイム。エイム大丈夫か。なんでなんで。一昔前のロックンローラーみたいになってるよ。モヒカンみたいだし。あはははたまちゃん、マグちゃん。じゃあ今回はこれを使ってダイヤチャレンジするんだけど、うん、縛りを一つ設けようと思って、一人一ツール担当でダイヤモンドをね見つけるまでやっていこうかと思います。なるほど。だから一回マグちゃん頭取ってもらって、3人どれがどれを担当するか決めよう。マグちゃんに剣を持たすのは危険だってこと今分かったから、マグちゃんとりあえずツルハシにしよっか。分かった。掘るのは得意かもしれない。で、たまちゃんが剣刀のどっちがいい？いや、ちょっとね、戦闘は自信ないからな。じゃあたまちゃん剣にしよっか。え、嘘でしょ。だって私が戦闘するってなると、私がこうやってやってる状態になるから、あの動画的にね。そう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 。斧も一応これ攻撃できるはずだから。あ、斧は攻撃できないんだ。斧だと攻撃できないっぽい。ちょっと試しに。うん。お、いいねいいねいいね。おお、やった。なんかこういうサメいたよね、頭からノコギリみたいな生えてるサメ。この3人でじゃあ協力してダイヤ見つけに行こっか、うん、まず夜になっちゃったから。そうだね、私が木を切るね。じゃあ私はみんなの安全を守るよ。うん。じゃあ私は動物でもしばくか。マグちゃん剣持ってないからしばけないよ。しばけないのか。見て、めっちゃ見て。え、なんか狙われるんだけど。敵敵。お、ナイスナイスナイス。よしよしよし。え、じゃあとりあえず作業台作るから。てかマグちゃんツルハシ持ってるからさ、石とか取ってこれるじゃん。じゃあ掘っちゃっていい？うん、いいよいいよ。石掘ってこよう。頑張ります。たまちゃん、たまちゃん、こいつ倒してほしい。こいつ倒してほしい、たまちゃん。任して。私狙われてる。おりゃ、やめろ。お友達をいじめるな。やばいやばい、後ろにもいる。あ、ナイスナイス、後ろにもいる、後ろにもいる。後ろ、どこだ。頑張って、たまちゃん。ここここ。いたいたいた。ああ。くそー、守れなかった。なかなか見れん、キルルが見れた。確かに。待って、ちょっと待って、ちょっと待って、一回ちょっと待って。たまちゃんしか戦えないんだよ、今。待って。あー、たまちゃん早く早く、たまちゃん。ちょっと待って、ちょっと待って。やばい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 。よいしょ、オッケーオッケーオッケー。こっち来てこっち来て。よし、私がヘイト稼いどくから。オッケー、後ろから。いけ。よいしょ。当たってない当たってない。待って、めっちゃ難しいんだけどこれ。なんか可愛いな、こっちから見てると。全然当たってない。めっちゃ難しい。めっちゃ難しいよ。え、一つも当たってないじゃん。待ってよ、ちょっと待って。当たってた？当たってない当たってない。なんで？あれ、なんか当たんないね。普通に記述漏れな気がすんだよな。オッケー、ちょっとなんかね、データパック側のバグだったみたいなんで直しました。これで戦える。マグちゃん、ちなみに石どのくらい集まった？石めっちゃ集まったよ。2スタックくらい集めたんだけど、うんうん、真下の方に掘っていけないんだよね。掘ってんじゃん。土はさ、素手でさ掘れるから、うん、あー、なるほどね。途中までは階段で掘れるんだけど、うんうん、壁状になってるところの石じゃないとうまく掘れなくてさ、こうやって。え、じゃあ例えばなんだけどさ、例えばマグちゃんそこに立っててもらって、これでトラップドアを作って、でマグちゃん一回こっちに来て、こっちのここ、はい、こういう感じで立ってみて。はい。でこの状態で掘ったらどうなる？おお。壁に向かって下向いてみて。あー、それでも下方向には掘れないのか。掘れないみたい。じゃあダイヤはやっぱり洞窟から見つけるしかないってことか。そうだね。じゃ、とりあえず洞窟こもれるようにある程度なんか資源集めておこっか。マグちゃんはできれば石炭見つけてもらって、私は木いっぱい掘って松明集めるから、その間、うん、タマちゃんは私たちを守って。オッケー。食料は？食料、あ、食料も集めてほしい。夜は私たちを守ってもらって、昼間は食料を集めてほしい、うん、お、いいねいいね。よし、石頭のタマちゃん。
嬉しくないんだけどな、あんまりその二つ間。あ、やばいやばい、たまたま。どうした、どこだ、石頭のたま、やってくれ。あいつがいじめてくる、あいつが。任せて、任せて。よいしょ。よいしょ。やめろ、やめろ。お、よしよし、あーよし。うっそー、これ攻撃できないのきついな。あー、間に合わなかった。頑張れたま、あはははは。あー、そうだね、マグテンは、うん、もし鉄が見つかったら、うん、作って精錬しといてほしい。装備が必要だ。あるんだけど、嘘、あるんだけど真下なんだよ、うん、掘れないんだよ。あー、なるほどね。あー、そうなの。それは仕方ない。やばい、待って、リンクされてるんだけど、ちょっとちょっとちょっと、やばだ。あー、あー、くっそー。一旦これ夜の間さ、マグちゃんが掘った洞穴で待機してた方がいいかもね。じゃあタマは回収したらこの洞穴でじっとしてて、うん、逃げる。うん、オッケー。石炭これ1個ちょっと取って松明1個ぐらい作っとくか。さすがにね、真っ暗な部屋で男女が2人きりっていうのはちょっと危ないから。石炭いっぱいあるよ。石炭いっぱい持ってきて。じゃあいいね、いいね。やっぱりそれ掘れないか。掘れない。欲しいよこれ。めちゃめちゃ欲しいね。これさ、目の前にあるのに。クリーパー呼んできて。それダメだよ、マグちゃん何やってん、ズルしようとしないの。これクリーパー連れてきてここら辺爆発させたらさ、へこむじゃん。確かに、連れてくるか。いや、マグちゃんはやんないほうがいい。私が行こう。クリーパー連れてくるわ。頑張って、うん、勇者に見える。本当？なシェルター作ってんの。家の中にいたら安全だから。いや、怖いじゃん、だってタマちゃん守んないと。ありがとう、マグちゃん。いやもうそんなね、可愛いね、本当にね。一番安全なとこにいるんだって、二人が。どっちかって言ったら私が今みんなのために危険を犯してんだけど。勇者はマグリだ。よし、3匹も釣れちゃったな。おお、大爆発じゃん。うん、パフュームみたい。クリーンパフューム、クリーンパフューム来い。よしよしよし。じゃあこれでもうちょっとこっち引きつけてから爆発させるよ。安全を確認してから爆発する。オッケー。あ、すごいすごい。かまどは？オッケー。よし、これで鉄が取れるようになったはず。それを合わせたら合計で今12個鉄がある状態。私はじゃあまたベッド作りのたびに。オッケー。じゃあその前に盾持たせてあげる。盾、はい。あー、やったー、嬉しい。盾と助かるわ。あと、うん、弾は戦闘要員だから、うん、頭装備。でもこれつけられなくない？あ、そうだ。あ、恥ずかしい人じゃん。あー、違う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 、はいはいはい。何のこと？あれ、何のこと？あれ、ん、鉄、貴重な鉄。何？捨てた？捨てたけど、捨てたけど何？なんか文句あんの？ちょっととりあえず後で話し合おうね。うん、そうだね。やめろよ。許して。悪かった。ごめんね、ここも無駄にしちゃって。まあでもまた掘ってくるから安心して。オッケー。うんうん、お願いします。行ってくるわ。よし、はい。いいね、はい、いいね、いいね。おお、はい、おお。やったー。行けそうな気がしてきた。頭装備が落ちてた。見つけちゃった？見つけちゃったよ、装備せよ。くっそ、証拠隠滅しようとしたのに。できてない。できてないよ。中途半端だったな。うん、爪が甘いって言うんだよ、こういうのな。だね。めちゃめちゃディスられるじゃん。味方一人もいないの。あれ？ってか近くに村あったんだ。え、嘘。え、あるよ。しかもね、めっちゃ大きい渓谷ある。え、行く行く行く。あ、いたいたいた。え、めっちゃ近所じゃん。そうだよ、めっちゃね、渓谷に鉄とか石炭とかね、あるから。お、ここいいわ。いいね、いいね。仕事の違いがあるわ。家どこにする？家、家か。ちょっと大きいところがいいね。あそこなんかいいじゃん。どこ？道路が3つもあるからさ。あ、ほんとだほんとだ、ちょうど3つあるじゃん。ふっくり1ドア使えんじゃん。そうだね。マグテン、家の中で、お辞儀しないようにしてね。確かに壁壊れちゃうから。そうだ、ぶっ壊しちゃう。あ、じゃあ私ここの一番、いや、私はやっぱ上に立つ男だから上の方がいいか。なるほど。私一番上にしよっかな。で、一番上、狭い。嘘。え、どっから行くの一番上？え、ここここ、ここから入って。あ、本当だ。狭っ。いや、上に立つ男はね、庶民の暮らしも知っとかないといけないから。庶民の暮らし、ベッドの幅か。いた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 、たまたま。待って、ごめん。待って、降りられなくなっちゃった。なんで？いた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 、下向かないで。そう、たまの頭には気をつけないといけない。あ、猫いる、猫。釣り竿って頭に装備できないのかな。さすがに無理か。私が、この頭で、鮭を捕まえてくれた。あ、いいね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 。本当にノコギリザメじゃん。いざ
残ぞノコギリザメの玉これは貴重なノコギリザメの捕食シーンですね。ノコギリザメは頭のノコギリを利用して小型の魚を捕まえます。 NHK みたいなね。おいで猫、白い猫ちゃん、猫ちゃんおいで、かわいい。はい、焼き魚だよ。あー、懐いた、やったー。じゃあこの猫ちゃんは猫だから、うん、猫によくある名前っていうことでタマって名付けようかな、うん、ちょあのタマ、タマこっちおいで、タマ、はい、そっちのタマじゃない、そっちのタマじゃない、タマタマおいで。はい、いや、そっちじゃない。そしたらマグちゃんは鉄どんぐらい集まった？鉄今ね15個くらいかまどに入ってるはず。あ、オッケーオッケー、すごいじゃん。しかも手になんか持ってる。だからなんかね装備拾ったよ。タマちゃん、タマだね、タマ、うん、戦闘要員のタマちゃんに、あ、はいはいはい、猫じゃないわね、戦闘要員の方のタマちゃんはい、よし、ありがとう。あとこれもあげる。はい、お、いいね、いいね、ありがとう。いいね、あとマグちゃんのチェストプレートとか作って洞窟こもるか。あ、チェストプレートね、もう一個拾ったんだよね。あ、じゃあそれマグちゃん来たら、え、来ていいの、うん、やったー。マグルさんにも拾ったやつあげるよ。何？はい、だと思ったじゃあこの状態で洞窟探索行っちゃう？行きましょう。なんかさっきタマが大渓谷あるって言ってなかった？あ、言ってた言ってた。案内してよ。もう本当にね、うん、ここのね村の近くなんだよね。ね、猫の方のタマついてきてなくない？猫のタマ、よし名前がもう猫のタマみたいな。ノコギリザメのタマと猫のタマ、やだな、なんかノコギリザメのタマって。ね、渓谷が、うん、あれ、え、消えたんだけど、え、待ってさっきさ、ね、あったんだよここに。消えるわけないだろだって今、え、さっき見たでしょ、さっき見たよね。ええ、警告がなくなったの？大丈夫？え、待ってえ、消えないよ警告は。ええ、ここね、さっきまで警告あーたまた違うの聞いて、ここがね、さっきまで警告だったの本当か本当多分ね、タマが言ってる警告、うん、さっきまでマグテンが掘ってた警告なんだよ、うん、違う、え、別の警告あったの？あったの。うっそ、あ、待って、あ、わかった、こっちだ、絶対あったんだってば。私だってそしたら幻見たってことになるじゃん。あ、ほら、あ、ここあ、ほんとだ、ほんとだ、大渓谷だ。あるじゃん。でしょ、鉄もいっぱいあるし、石炭もいっぱいあるし、水バケツのプロだもんね。そう、水バケツのプロが先に降りるから、ここに降りてきて、さすがにいける、よし、オッケー、よいしょ、オッケー、はい、よかった。じゃあこっから掘り進めていこう。あ、めっちゃ鉄あるよ、ほら、ほんとだ、ほら、タマかわいいな。いや、じゃあタマかわいいなって言うと違うんだよな、なんか自分で言ってるみたいになっちゃうからそうもう洞窟入っちゃうと私マジでやることないんだよなマグテン大活躍じゃん。大活躍じゃん。そうだよ、石だらけのところを私の頭のツルハシが剣持たないのが不安で不安で仕方ない任せてよ、大丈夫だから。今回はタマが私の剣だからなるほど、右腕的なね。あ、タマ任せて、よいしょよいしょよいしょ、ナイスタマ、よくやったね、タマ、ね、そっちかな、よくやったね、タマ。私はあ、なんか、コケムシた丸石。おりゃ、タマおりゃ、いけいけ、タマ よしで、これで左上にこれゾンビのスポナーがあるんよね。だからマグテンがここ掘り進めて、で、タマが中に入ってゾンビを制圧して、その隙に私が松明を置きまくってもう湧かないようにするっていう。どう、この超強力プレイ。いいね、いいと思う。じゃあこのまま掘り進めていいの？うん、掘り進めていくよ。うん、ここ壊したら出るよ。オッケー、いきます。はい、いくぞ。タマ倒せた。あ、ちょっと待って、どこもいないの。あ、ちょっと待って、多すぎる多すぎる。いや、ちょっと待って、頑張って、タマ待って、頑張れタマちゃん。盾を有効活用してね、盾を。ちょっと待って、あー、迎えに行った方がいいかもな。警告消えたとか言ってた人だよ。タマどこにいる今？タマね、あの、村の上。あ、村の上じゃないか。上上がるわ。なんかどっかに水を敷いてほしいんだよね、下に。うん、オッケーオッケー。一旦ちょっと上に上がって迎えに行く。あ、いたタマ、こっち。あ、待って、あ、ちょっと待って、やめてくれ。あ、待って、飛び込んで、水に飛び込んで。はい、ここに飛び込んで。よしナイス。こっちだった気がする。ここだ、ここどこ？え、なんでマグテンはわかるだろ、場所。こっちそして、この中に入って。あ、マグテンがいないと入れない。マグテンがいないと入れない。じゃあそれをかぶってもらって。はい、ベッドだよそれ。待ってごめん、本当にごめん。じゃあこれでチェストの中見てみようか。まずこれから、せーの、ドン。お、
名札。名前つけられるじゃん。でも金床、金床がないよ。ああ、鉄でも30個持ってるよ今あって。作れるじゃん。あ、じゃあ作っちゃおうか。ベッドみんな違うやつにリスポン設定しないとだよね。私これ。じゃあ私この深緑みたいなやつでいいかな。オッケー。じゃあ、おい。ベッド壊したな。よしよし。オッケー、金床も作れたから、これで、うん、玉。玉。名前つけれる。よし、じゃあ名前つけるよ。うん。うん。よし。あれ？よし。あれ？ん？右クリック効かないんだけど。あれ？なんでだ？なんでだ？なんか名前つけれない。あれ？私が、ねえ、ちょっとさ、私じゃないじゃん。そっちでしょ。あ、こっちか、間違えちゃった。こっちか。もともと玉だわ、私は。はい、玉。よーし。おー。マグマグ玉玉だ、これで。4人で。なんか、ん？ちょっと順番変えない？なんで？よし、じゃあ、マグマグ玉玉探検隊、出動するか。はい。おー。うん。あんまりちょっとやる気が出ない名前だけど。たまたまぐまぐ。どう？たまたまぐまぐ。うん。いいよ。なんだ。あ、はーい。まぐちゃんが危ない。めっちゃ、めっちゃゾンビがいるんだよー。よいしょ。頑張れ、頑張れ。よしよし、後ろからも来てるぞ。はい、はい、はい。ナイス。あれ、ま、あれ、まぐてんは。やばい、ゾンビから逃げてた。オッケーオッケー。弓はいいな。オッケー。おお。でね、なんか私たちさ、結構大冒険した気でいるじゃん。うん。上見て。光が差してる。空見えてる。全然進んでないじゃん。ダイヤって結構下の方だよね。うん、まだまだ先は長いな。え、でもね、こっちの下、結構奥に続いてそうなの。見てこれ。いや、行き止まりそうだな。いや、続いてるはず、続いてるはず。私の勝ちだな。この奥に絶対、はい、絶対なんかあるから、絶対なんかあるから掘って。ないと思うけどな。出てきたら私の勝ちだから。わかったよ。ねえ、掘れるんだよ。プロだ。プロだ。怖い。一瞬で壊して出てきた。あ、深い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 。ああ、行き止まってそうだな。めっちゃ深い。絶対行き止まってるよ。じゃあ私先に行って水。はい。あ、つ、はいじゃ。はい。オッケー。ここの下怪しくない？めちゃめちゃ。この下怪しいし、エンダーマンいたから気をつけないと。降りてみる？うん。はい。よいしょ。どうしよっか。下方向に進んだ方がいいからこっちに進んでいこう。そうだね。そうだね。下に行こう。お、めっちゃ、めっちゃありそう、めっちゃありそう。急に待って。待って。任せて。やばいやばいやばい。戦えないんだよ、私。めっちゃいっぱいいる。待って、待って。えぐい、えぐい、えぐい、ちょっと待って、えぐい。これ、えぐい、えぐい。さすがにこれはきついんじゃない？よいしょ。やばいよ。ちょっと待って。うまく同士打ちさせよう。仲間同士でやらせよう。あ、やってるやってる。あ、よしよしよし、ゾンビとスケルトンが戦ってる。ナイス。ちょっと待って。金返さんと。あ、やばい、いっぱい降ってくるな、スケルトン。本当に無限に降ってくるな。とりあえず、松明置きまくって、脇を止めないと。よし。ここら辺ダイヤめちゃめちゃありそうだよ。ありそうだね。このマグマの外周掘ってく。ああ、いいねいいね。じゃあそれはマグテンに任せよう。下気をつけてね。下だけ右側の奥につなげちゃおう。奥まで行っちゃえばあるかも。お、すべての力を。スケルトンの音聞こえる。スケルトンと空洞につながるかな。空洞につながりたい。どこ持ってる。構えて構えて。そうそう、その隙に弾が。そう、よし、よいしょ。あれ、よし、弾タマがタマを殺した。待って、キャラ被るからって言って。違うよ。タマの分も頑張ろう。そうだね。うん。タマ、タマ、あ、タマちゃん、いじけちゃってる。責任感じちゃってる。元気出して。タマが頑張んないと私たち死んじゃう。さっきね、タマの命は奪われちゃったけど、私たちがそのおかげで守られたから。そう、タマのおかげで私たち守られた。あのままだったらスケルトンに殺されてた、絶対。二人とも。そうだよ。わかった。元気出して、タマちゃん。うん。そうだね。ほら、上向いて。タマの中には、タマの魂が。こいつあんまり反省してないぞ。行こっか。待って、待って。待って、急に行くだけなの、怖いって。あー、怖い怖い。行こう行こう。全然大丈夫。タマなんて、ただのプログラミングだからさ。
絵が一番怖え。どうだよ、サイコパスだよ。苦労してあげたのにひどくない？攻めてもの、攻めてもの。頑張って、頑張って、頑張って、玉。よーし。ナイス。ちゃんと玉の分まで頑張んなきゃ。お、え？ちょっと、なになになに？何でもない。あ、うん、うん、うん。どうする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 。え、じゃあさ、一回、いや違う、松明取ってさ、まだ見つけてない体で、うん、そうだね、これから見つけるっていう流れ作ったらいいんじゃない？そうだね。ほんと？ちょっと驚けなかったから、あまりにもぬるっと見つけちゃった、うん、そう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 、ちょっともうちょっと探索してきた風にするか。うん、あー、オッケーオッケー。じゃあちょっとさ、あの感動の演出しよう、感動の演出、感動の演出ね。うん、たまはいなくなっちゃったけど、うん、私たちね、たまたまマグマグから、うん、たまマグマグになっちゃったけど、うん、だけどね、あのたまの分も一生懸命頑張って探そう、うん、そうだね。そう、たまはね、生前なんか左を気にして生きてたんだよ、たまは。だから、ね、多分こっから左に曲がったらたまが導いてくれるはず、うん、そうに違いないよ、うん、ああ、たま導いてくれてありがとう、たまよし、じゃあマグちゃん掘って、これ。はい、お仕事だ。来た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 、掘るよ。うん、何個あるかな、掘るよ。おお、あと1個。おこれ取りたいな、これ。どっか、どっか、1個低いところ、下がれないかな、もう一度下がれるところ。あ、下がれる下がれる。オッケーオッケー、じゃあそっから2段ぐらい下がって、そうそう、そっから掘っていこう。よし、じゃあこっちで待っとこう。あ、いいよいいよ、その方向で。このためにね、首を、え、て、え、え、え、どっかからか撃たれたんだけど。よし、いいぞ。お、いいぞ。あ、それでラストかな、ラストかな。おお、何個何個。4個。おお、やった、やった。え、じゃあ4個ってことは、私たち4人で一応冒険してきたじゃん、いろいろ。うん、この4個はあの、みんなで有意義に使いたいから、ちょっと一旦渡して、私に。これで一人一個ずつだね。ほんとだね。じゃあね、よし、ちょうど4つダイヤモンド手に入れたし、これでね、みんなのためになるものを作ろうと思う。やった、なんだろうね、楽しみ。デデーン。ん？ん？ん？え？え？え？私たちのダイヤモンドは？というわけでね、途中ね、大切な仲間を失ってしまったりとか、いろいろありましたけど、最終的にね、ピカピカの靴が手に入ったんで、オッケーでーすっていう感じで、ご視聴ありがとうございました。またねー、バイバーイ。いや、いい靴、あ、ちょ、待って、なに、あーバイバーイ。バイバーイ。私だけスポナーにリスポンされたんだけど。ここがね、甘栗さんのお墓だよね、きっと。すごいこと言うやん。